We'll be right back.
きましたね。あるあるですよ、すごいです。執念が。なんか巻いてみてよ、これ。一応、いい。なんか針金のあれで、今売ってますから、それ。でもあるんだよ、俺もだってさ、ピデオジャスもしょっちゅうやってるじゃん。あとね、今度買ってきますじゃん、私が。スタッフがこう、買ってくれて。160円で売ってるわ。タクシー。愛する心でいても
タケちゃんです。
いつもあの鈴木のバンドで、ボーカルとギターをやってます。今、交代しました、ドラムの伊賀ちゃん。いつもはなんだ、コケティッシュか。コケティッシュで、ベースを長いな。セッティング終わったら、まあ、時間稼いでんだから、ね、もう OK です。ドラム、では、後半行ってみたいと思います。いや、もういきなり、頑張りました。そんなに急がなくても。そんなに。あ、頑張りました。レディー。それでショックたんだね。自分で言ったミス、自分で選んだミスだから。しょうがない。いや、一番最後に持っててもいいんだよこれ。一番最後でもいいんだよね、本当にね。ああ、うん、まあ、で、これで終わった方が帰っていいかもしれない。おまけ。そうするか。うん、一番最後ですから、じゃあ。おまけ。どうはじゃない、真ん中もいいかもしれない。でも、一番最後だと終わったと思っちゃう。なんで終わりに言うの。そうそう。そんな感じある。最後は最後でまたアンコールが来るかもしれないじゃないですか。アンコール。鳴り止まないかもしれないじゃないですか。ない。そうか。はい、すいません。じゃあ
今日はカレー飲んで飲んで、彼女はカレーなんだ。あ、カレーとカレーのワン、ツI'm
コーヒーショップ。ワン、ツー、スリー。Baby, time.
2番目です。あ、2番目、そうです。2番目はどこだろう。多分なんか知らない番と。そうですね。入れ替えるから。そうです。まあそれから一番最初にしてもらうか。あの頼んで。そんな5分ぐらいはみ出してそんな厳しいですか。まあ厳しくはないですけど、一応曲数多いからまあ1曲まあ悪いやつをちょっと裁判して裁判するね。あと30分しかないから2曲ぐらいは、まあ、あ3曲ぐらいは減らした方がいいですね。何やばいやつは最初のやつとか大丈夫です。でもシビロンスチーム、ああまあ、あんまりね、キャロルの歌ってしてあんまり好きじゃないんで。いやいやいや、あれはむしろいいです。やった方が。じゃあ、それ練習します。いや、ジョニーが歌ってるから。ちょっとなよなよしてるからでしょ。そうそうそう。あでも多分、それもなんかあった方がいいね。全部ロックンロールよりは。そうそう。いい具合に。いや、でもその、あるじゃん、あの、やりきれない気持ちが。ああいうのは好きだよ。レディーセブンティーンがむずい。まあ、確かに。結構人気ありますけど、でも人気があるみたいな。これはでもやってましたもんね。一番人気ないやつを外しましょう。どうしよう。要はね、要はね、あの入れ替わりがあの時間取れるでしょ。あれ最後にやるじゃん。一番最後に入れ替わってさ、ざっとやる。まあ、あれで、時間がね、あだから一番最後に入れ替わってやったらいいかもしれない。じゃあおまけですいません、ちょっとあのドラムを叩きたいんで、そうどうしても叩きたいって言って、どうしても叩きたいって言って聞いてくれませんか。申し訳ないよ、なんかやっぱそうだ、一番最後だとちょっとおまけ的な感じになっちゃうもんね。ちょっとメンバー紹介の中でやっぱ演出の中でやりたいでしょ。いつの間にかドラムになってるみたいな。そうそうそう、顔が違うみたいな。ちょっと 3曲ぐらい減らして、そうそう、何減らす。最初の曲とか別に大丈夫。そうっすね、あとなんかヤバい曲、タクシー、タクシーやってとりあえずタクシーやってみますか。そうです。タクシー外すの。いや外さないです。
この投資で。タクシーあんの？あ、じゃあタクシーはなしで。え、タクシーなしでやる。あ、ごめんなさい。どっちがいいですか。いや、もうタクシー練習したらやるよ。俺最後の回数が分かんないからちょっと。ああ。歌詞がはっきり分かれてるわね、こう絶対思い出す。何だったかな、君だったかな。まあ、でもあれ盛り上がりますよ、ね。みんななんかでもこう考えるともう消す、外したくないみたいな。ね、じゃあそれは録音決めて、あの聞いてから。まあ、次は何やる。ちょっとそう、あのルイジアンナのベースの、うん、なんか一部がちょっと、どこ。あそこもう一度キスしての直前の直前